はい、今日は朝のルーチンということでですね、ちょっと庭を散策していきたいと思います。はい、朝一でこのカーテンを開けてですね、外のバラの様子を伺っています。ピエール・ド・ロンサールですね、こちら、まあ、ちょっと朝露か、あ、昨日の雨ですね、が降って葉が濡れていたというところです。はい、こちらはですね、ブラックベリーを誘引するところですが、まだちょっと作成中なので玄関に置きっぱなしというところです。はい、こちらドリルですね。はい、その問題のブラックベリーですが、このようにですね、つるが伸び放題ということで、ちょっともう誘引していかなきゃいけないというところになります。でこちらはですね、ラズベリーですが、もう実がなっていて毎日、食べてるという感じでですね、結構美味しいですね。なんかヨーグルトかアイスかに乗っけてという話もありますが、こちらブラックベリーはまだですね。はい、こちら木曜日に出し損ねたゴミ袋がそのまま放置されてますが、こちらですね、金柑が1個なってますね。今年はちょっと剪定のしすぎでちょっと不作というところです。こちらパフュームドレスですね、ようやく芽が出てきてくれました。こちら岩種になってましたね。ちょっと岩種を取ったら芽が出てきたという感じですね。あとちょっと黒星病が結構出てきてますね。ちょっと全体バラに黒星病が出てきてますので、ちょっと殺菌剤を撒いてあげないとまずいかなというところになります。こんな感じで悪い葉っぱを取っているというところですね。こちらブドウですね。結構つるが伸びてきてくれてますが、誘引のステンレスワイヤーですね、こちらにうまく絡んでくれてなかったので、ちょっと絡ませています。まあ、ちょっと風で取れちゃったかもしれないですね。まあ、反対側も伸びてきてくれています。で真ん中のつるはちょっとまだ短いですね。もうちょっと伸びたら誘引したいと思います。こちら藤実のりもですね、結構葉っぱが大きくなってきています。はい、家の中から見たピエール・ド・ロンサールですが、こんな風にですね咲いていますが、こちらのシュートがですね、あまり芽が出てきてくれてないですね。もうちょっと肥料が必要なのかもしれないですね。まあ、ただ上げすぎちゃうとですね、こちらミスターリンカはもうつぼみが出てますね。マイガーデンも芽が出てきてくれて、あとブドウがですね、こちらまで、伸びてきているという感じですね。まあ、今年はブドウの成長が旺盛ですね。まあ、2年目なのでどんどん伸びていっているという感じでしょうか。こちら誘引調整しようとしましたが、ちょっと桃はですね、下の方摘果して結構実が取れてますが、あとは袋分けしています。ちょっと袋分けに漏れてる実が1個ありましたね。なのでちょっと後ほどちょっと袋分けしておこうかなというところです。奥のバラですね、ビブレバカンスが咲いてくれています。こちらですね、つるを上の方に伸ばしてたんですが、こちらに誘引したという感じになります。まあ、途中でポキッといっちゃいましたがちょっとどうなるかというところですね。こ
こちらグランデアモーレですが、結構こちらはずっと咲いてくれてますね。ちょっと遅れて出たつぼみが咲いてるという感じですね。あとあれですね、ちょっとシュートがちょっと枝分かれしちゃってますね。まあちょっとしょうがないかな、ちょっとカットするかちょっと悩み中です。クイーンエリザベスはちょっと花が終わって遅くなってるという感じですね。まあ他のバラまだちょっと芽が来てないというか花がついてくれてないですね。結構木立ち性のバラが2年目のやつが生えてきてくれて、上の方に伸びてきてくれてますね。あとあれなんですね、ジャガイモが結構盛大に伸びてきてですね、これ特に植えてないんですが、まあ自生してるというかですね、昔植えたジャガイモの残りカスという、世代に成長してくれてるという感じ。じゃがいもを踏まないように慎重に行きながらですが、まあ、柚子はちょっといまいちですね。レモンは結構生えてきてくれてるという感じですが、早めに、新芽の予防をしていかなきゃなというところですね。ハネパウロ2世はちょっと咲いた花が雨で汚くなってますね。ちょっと雨に強いと聞いてたんですけどね。こちらはちょっと内向きの芽を取ったというところですね。こちらリンゴですが、ちょっと密生しすぎちゃいましたよね。ここら辺整理しなきゃいけないんですが、アジサイは結構花が大きくなってくれています。雨でちょっと垂れなくてよかったですね。でこちらはちょっとあまり芽がまだ生えてきてくれてないというところですね。フェイジョーは盛大にちょっと枝が割れてますね。右手のサザンカは相変わらず成長しないという感じです。こちらはあれですね、ビーツですね。ビーツが結構成長してくれてるので、まあもうちょっと肥料まいておくかなというところですね。イチジクは実ができてくれてますね。ちょっと葉っぱが折れて汚くなってますが、秋の実が膨らんできているという感じですね。パイナップル一時ですね、ちょっと例外でどうなるかと思ったんですが、順調に成長してきてくれているようです。じゃがいもはですね、こちらまあ持っといたらですね、ちょっと道にはみ出してしまったので、縦に誘引をしているというところですね。すごい密生ですね。こんなにミントは食べきれませんという感じです。はい、こんな感じで誘引しています。あとトマトがあんまり成長してくれてないですね。困ったもんだ。あと牡蠣の葉っぱが結構大きいですね。芽も出てきてくれて、また伸びるんじゃないでしょうか。
らはビワですね、あまりこう成長してくれてないですね。ちょっと肥料が必要かな。こちらバジルは思ったように大きくなってくれません。まあ、ちょっと花を摘みながらどうなるかということで観察していっています。もみじは結構枝が伸びてきてくれてますが、ちょっと先端が枯れてますよね。これどうなってんだろう。ちょっと農薬撒いとかなきゃいけないかもしれないです。はい、こちらですね、ツルローズウララですね。先日壁に誘引したやつですが、 あとこれはブラックラカントですね、カシスですが、ちょっと食べたら酸っぱかったですね。ちょっとどうやって食していくのかちょっと考えなきゃいけないですが、ツルローズウララは、まあ、順調というか上に伸びちゃってますね。もうちょっと横に誘引しなきゃいけないかもしれないです。こちら上に伸びてるツルですね、このツルアイスバーグ含めてちょっと、アーチをちょっと完成させなきゃいけないなというところですが、まだちょっと手が届いていません。駐車場は車の納品に備えてですね、ちょっともうちょっと整備しなきゃいけないんですが、まあ、砂利撒いたりですね、ちょっとまだ滞ってますね。まあ、ちょっと車が来てからかなというところですかね。大活躍の電動自転車ですね。あとこちら納品時に使う折りたたみ自転車ですね。こちらちょっときれいにしていかなきゃいけないんです。はい、本日は以上です。